リリアは好きな人とかいるの？好きな人？フィダル。なるほど。あとミキも好き。そっちもいける口なの？リリアに変なこと教えないでください。この年でも成長するもんだな。まだ知らないこともたくさんある。
満点でいいか。無益な戦いでしたね。この調子。まだ強くなれる。ここが旧樹荫研究所。お疲れ様。行こう。ここには研究員はいないのかい？警備の者以外、人の姿は見えないようだが。研究施設としては放棄されているから、今では大きな資料庫みたいなもの。ちょっともったいないですね。私が使っている資料部屋があるから、ついてきて。ここといい、さっきの王立研究所といい、もしかすると…ご想像の通りかと。ちょっと調べ物するから、君たちは。リリア？リリア？どうしたの？リリア！大丈夫？リリア、リリア。平気。心配かけて。ごめんなさい。あのね、お家はきっとこんな感じだったと思う。他には何か思い出した？お父さんとかお母さんとか。砂、砂？お外から帰ってきたら砂を落としてきなさいって怒られてた。細かい砂塵は実験の大敵。両親が研究者の可能性があるかもしれない。研究室と砂か。砂といえばトレクールは砂漠地帯だろう。そっちにも研究所があるとかないとか噂を聞いたな。トレクールに研究所？聞いたことないけど。国交のないトレクールになら、フィオーレさんが知らない施設が。学問の世界と政治は違う。耳に入らないわけがない。つまり学問の世界ではなく、国家が絡んだ軍事機密として隠匿されている可能性ならあるということですね。
そういうことなら可能性はゼロじゃない。トレクールか。この戦争状態の中入国できるのか。ずうずうしいお願いだけど、ビクトルさんを頼れないかな。ビクトルさんを。もっと自分のこと知りたい、もっと思い出したい。とりあえず中央レスリアに戻ってビクトルさんを訪ねよう。まずはそこからだ。